皆さんこんにちは、自称レゴブルダーヒロリーナ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター超音速ジェットの続きになります。前回の動画でヘリコプターに組み替えました。今回の動画はこちらのスピードボートに組み替えます。はい、超音速ジェットとヘリコプターの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それではスピードボートに組み替えます。スピードボートです。はい、ヘリコプターからスピードボートに組み替えました。このスピードボートの造形自体が変わってるので結構面白いです。はい、では全体をぐるっと見回すとこんな感じです。このスピードボートなんですけど、思ってたよりめちゃくちゃ平べったいです。僕的にはもうちょっと厚いかなって思ってたんですけど、いざ作ってみたら結構平べったかったです。近くで見ましょう。まずこちらが先頭部分です。先頭部分のこの白いタイルパーツが個人的にすごいかっこいいです。そして操縦席部分はこのようになっていて、操縦席も前回のヘリコプターと同じパーツが使われています。そして後ろはこのようになっていて、このスピードボートは2台の超音速エンジンを装備しています。そしてスピードボートの可動範囲はこの部分だけです。個人的にこのスピードボートギミックが一つしかないので、前に作った超音速ジェットとヘリコプターと比べて結構さっぱりとしています。一応スタンドパーツがありますので、こんな感じでディスプレイすることができます。ボートが飛んでるシーンですね。はい、では最後大きさ比較いきましょう。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。あ、大きさ的にミニフィグが乗っても全然問題ないサイズですね。ただこの超音速ジェットの残念なところは、これミニフィグ全部乗せられないんですよね。続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。まあこれもレゴマリオが乗ってもそんな違和感はまあないかな。なんかボートというよりかはマリオカートに出そうなカートみたいですね。はい、レゴクリエイター超音速ジェットのスピードボートはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター超音速ジェットスピードボートに組み替えてレビューしていました。個人的にこのスピードボートなんですけど、前に作った超音速ジェットとヘリコプターと違ってギミックが少ないところがちょっと残念かなって思いました。ただタイルパーツの使い方や造形自体が結構かっこよかったので、まあこれはこれでいいかなって思いました。はい、今回の動画でレゴクリエイター超音速ジェットの3つの作品を全て組み立てました。個人的に3つの作品の中で良かったのは、最初に作れる超音速ジェットです。まず超音速ジェット自体が割と大きくて、造形もすごいかっこよかったのがすごいいいと思いました。で、あとはスタンドパーツや炎のエフェクトパーツがあることによって、実際に飛んでるようにディスプレイすることができるので、これも素晴らしいと思いました。来月は新しいレゴクリエイターがいっぱい発売されますので、作るのがすごい楽しみです。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。